はい、どうもこんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。それではトマトアドベンチャー遊んでいこうと思います。まあ、夏ゲー実況すごい久しぶりにやるんですけれども、まあこれから、動画投稿やっていこうと思いますので、もしよろしければ見ててください。ではやっていきましょう。トマトアドベンチャー自体はですね、実は見たことはあるんですけど、やったことはないので、ちょっと楽しみ。初見です。まあ、初見なんで、ちょっといろいろあると思いますけど、よろしくお願いします。まあ、名前はね、デフォルトでいきましょう。テトにするのもありなんだけど、こういうのはやっぱね、デフォルトの名前がいいんですよね。ここは子供の、子供による子供のための国。ケチャップ王国。トマトやこれはそんな国をびっくりするように誰も知らないお話です。ケチャップ王国です。臨時ニュースをお伝えします。臨時ニュースをお伝えします。トマト記念日を祝って、ただいまより、アビーラ大王、アビーラってなんだ?アビーラ大王から、アビーラ大王じゃねえわ。アビーラ王から重大な発表があります。え、こいつアビーラ王?諸君、ケチャップ王国キッズ諸君、私と6人のスーパーキッズの力でこの国は新しく生まれ変わった。そして今、永遠にキッズやれるすごいマシンが完成してしまったのだ。おわ、大人にならないってこと?そのマシンの名前は、完成金で出してもらっていいかな?なんでバラバラに出したん?スーパーキャラクター強そう。ん?あれ?ちょうどいいところなのに。いやいやいや、昔の直し方ないよ。セレモン作ったテレビは壊れちゃった。バシ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 。乗れそうぞ。A ボタンを連打してテレビを直そう。はい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 。失敗。壊れたんですけど。壊れたんですけど。ガチで連打したら壊れたんですけど、ゲホセレモ誰?おお、デミルとセレモね。こいつじゃん、セレモ。え、セレモに会いに来たの?そうだよ。今何か作ってるみたいだから、うろうろしてからまたおいで。はーい。探索パートかな?こいつじゃん。トマト記念日、噂だけど私たち村の外に出ていいんだって、本当かしら?あ、かわいい。ガルヘンドのパラさんちゃんに会いに来たの?さっき外に出て行ったけど。パラさんちゃん誰?行くか。多分こういうことだな。あ、トマトだ。これ、欲しい。おう、俺はついにトマトをくれるになったぜ。見てな。まずい、まずい、大丈夫か、うわあ俺また嫌いになっちまった。トマト好きになるまでここから出ていけないんだって。みんなトマト好き?俺嫌い。トマトが嫌いなキッズたちはドロッパーズと言われるんだ。僕も君もドロッパーズ、嬉しくないね。俺トマト嫌いなんよな。全然嫌い。なんかあったかいトマト嫌いなんよな。普通のトマトはまだ食えるけど。この村の外に出て聞いたんだけど、友達にやめた方がいいって言われてたらがっかり。音が聞こえる。聞いたことない音だ。やめた方がいいね。じゃあね。じゃあこいつか。どけ!どけ!生活で思ったに、いてててて。監視事務所のやつ嘘つきやがって、みんな騙されるなよ。いててててて。え?出してもらっていいですか?どいてもらっていいですか?なんか、いろいろあっちこっち漁るってやつ、どこにないようだな。え?
入れるかな。ダメ。走れるやん。 B ダッシュできるやん。できへんかと思った。え、もう全員と喋ったんやけど。あ、ここか。スーパーキッズは全部で6人。そしてリーダーアビラ王はすごい力を持ってるんだって。どこからやってるの誰も知らないの。なんだか怖いわ。アビラ王が敵なん。チチカバフルーツを手に入れた。んー、やった。あ、これを手に入れればよかったんだな。セレモン。お、グッドタイミングだぜ。お前が作ったテレビがドガーンだろ。ダイナマイトテレビの威力はダイナマイトテレビ友達にあげるやつだいぶやばいけど。うん、最高にグッきた。俺調子に乗ってよ。最近はそのギミックっていうすごい武器を作ったんだぜ。2つあるから対戦しよう。歯車ヨーヨーを手に入れた。バトルの説明を聞く。あ、聞きましょう。なるほど、バトルのやり方ね。ちょっと知ってるけどね。俺のことをモンスターと思ってくれ。モンスターにぶつかると戦闘画面に切り替わるんだ。はい、なんとなく知ってんだよね。おい、いいねいいねいいね。来た来た。使いたいギミックを選んで、でも用意するしかないから、ここでまた A ボタンを押すんだ。ここからが本番。ギミックを使うとき、ギミックのコマンドが成功すると敵に大ダメージを与えられるぞ。この歯車用の場合、ここから伸びるバーを、ここからこの間に、あー、なるほど、そういうパターンのやつね。はい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 。 A で止める。これは制限時間。 OK。 完璧やないの。いたったったた。でよ、ギミックは使える回数が決まっているんだ。これの数字が回数だ。この数字が使い切ると元通り回復するぞ。回復？全部使い切らないと元通りにならないぞ。どういうこと？待って、ちょっと待って。元に、え、ん？元ど、ん？ちょっと待って。10回使えて、選んで10回使ったら多分使い切るまではその余裕を使い続けなきゃいけないってことなのかな？元に戻るって言ってるから、そういうことか。違う技を使えないってことか。今挙げたギミックは難易度調整ができるんだ。やってみようぜ。はい。じゃあ教えよう。スタートボタンからメニューを開いてくれ。これがメニュー画面。ギミックを選んで歯車ヨーヨーを。あー、これで難易度を選べるんだね。難易度を下げるとダメージが少なくなって、難易度を上げるとダメージが大きくなると。はい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 。はい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 。スタート、調整した難易度はここでスタートを押すと試してるんだ。後でやってみな。はい。なるほどね。オッケー。じゃあやってみるか。ギミック。装備してるよ。知ってる知ってる知ってる。あ、横に行くにはどうしたらいいんだ？LR でな、あ、ここか。じゃあマックスいってみる。すげえ強いんだけど、待って、倍になるんだけどダメージ。スタートボタン、 A ボタンを押し、伸びてるバーの中で止める。スタートでお試しスタート。わ、むずっ。なんか難易度マックスやったよな。ダメージ
ついにいる、普通に。これでもむずないな、待って、ほんまにむずない。でも失敗した時のダメージ変わらんのや。うわ、これはもう、これは難易度マックスでいくでしょう。一か八か。で見るー、で見るー、どこなんのー、どこでやんねんのー。あ、おった。あ、行き過ぎだよ。パサランちゃん、パサランちゃん、行き過ぎてるよー。パサランちゃん、ここだよ、いるよー、いるよって。どっから出てきた今、どこをうるうるしてるのかしら。いるって。だからやっと見つけた。もうずっと探してたんだから、おもちゃの遺跡に行くって約束してたでしょ。忘れちゃったの？おー、忘れないよ。武器をもらってきたんだから。そう言うと思った。許してあげる。うわ、ラブラブしてる。なんかすごいラブラブしてる。村の監視事務所に行きましょう。監視事務所はここはずっと登ったところよ。パサランちゃんが仲間になりました。パサランちゃんとデミル君。え、パサランちゃんいないんですけど。パサランちゃんとデミル君です。あれ、やっぱり門が閉まってる。これじゃ外に出られないよ。ムフフフフフン、トマトが嫌いなドロッパーズ。なんか世でもあるんか。変態来たな。チチカバの森、チカバの森じゃないんだね。チチカバの森ね。おもちゃの店行きたいの。今日からトマト記念日だから1週間だけ外に出ていいんでしょ。え、外に出る、ダメ、許せないよ。ゾスキ、1週間だけは特別って言ったのに。生意気なんだよ。生意気すぎてムカムカするんだよ。でも、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 俺様を倒してみろ。いやー、いけるか？て、気持ち悪。攻撃はしてくれるよな、一応な。失敗してもな。あ、選べるやん、ま。あ、俺さっきなんかギミック1個ゲットしたのは、あれは使えるんやろか。ダメ！むずいわ、やっぱ。これ難易度下げなあかんか？下げた方が強いんかな？どうなんこれ。ゲロムズ。倒したけど。倒したけどゲロムズ。過去とのやつで満足した。ちょっとずつやって自由になれたと思うだよ。すぐに帰ってくるんです。痛い痛い、お仕置きだぜ。開けてくれるんや、優しい。えらい優しいやん。